ボンジュー、フランスナント在住のノリです。今日の動画はフランス人は何にお金を使うのかということをテーマにお届けします。日本でのフランス生活のイメージって、パリの一部の生活をクローズアップしがちで、普段から豪華でリッチな暮らしをしてるっていう風なイメージを持ってる方も多いと思うんですけれども、私が今フランスに5年住んだ感想としては、日本よりもそんなにお金を使わなくても日々充実してそこそこ幸せに暮らせるっていうのが私のフランス生活の感想なんですけれども、例えばフランスの家庭で休日何するっていうと、家族で散歩するっていうことを日課にしてたりとか、あと日本みたいにコンビニがあちこちにあるわけじゃないので、日曜日もねお店閉まっちゃったりするんで、どこへ出かけるにしても自分家からこう水とかお茶とかこうマイボトルを持って出かけるっていうのを習慣にしてる人はとっても多いですし、あとはフランスって美術館が無料の日が月に1回必ずあるんですけど、美術館に行く日はその日に行くっていうのを決めてる人もいたりですね。工夫次第ではそんなにお金を使わなくても、そこそこ充実して楽しい暮らしを送れるっていうのが私の個人的なフランス生活の感想なんですが、とは言ってもですね、やっぱり生活する上でお金っていうのはかかってきますので、じゃあフランス人は何にどれぐらいお金をこう使って日々生活してるのかっていうのを今日は説明していきたいと思います。で、細かく説明していったらキリがないんですけれども、今日は主にこちらの4つの項目でお話ししていきます。1つ目はフランスの平均年収がどれぐらいかっていうことと、それから2つ目は月の食費はどれぐらいかかってるの、で3つ目はフランスでの教育費が格安って本当なのかということと、で最後4つ目はフランス人はバカンスにどれぐらいの費用を使うのかっていうことを説明します。で、今日はいろいろなデータをこう紹介していくわけなんですけれども、ソースは概要欄のとこに貼っておくので、より詳しい情報を知りたい方はそちらをご覧ください。で、1つ目のフランスの平均年収はどれぐらいかということなんですけれども、今日はこちらのサイトを参考にしました。これによると、でこのソースがインセってあるんですけれども、こうインセっていうのはフランスの統計局のことなんですね。で、このインセのデータから見ると、2019年のフランスでの月収の手取りですね、これネットっていうのは手取りのことなんですけど、月収の手取りが2448ユーロ、年収にすると29376ユーロですね。日本よりちょっと高いかなっていう感じですよね。でこちらのグラフを見ると、年々と収入が上がってるのがわかると思います。でもちろんフランスも日本と同じで、やっぱり大都市の方がやっぱ給与は高くて、地方都市は大都市と比べたらそこまで給与は高くないっていうのがこちらの情報からわかりますね。で、このサイトには役職によってどれぐらい違うとか、男女でどれぐらいの給与の差があるとか、詳しい情報が載ってますので、興味のある方はご覧ください。で、次にフランスの月の食費はどれぐらいかかるかということなんですが、で、参考にしたのがまたインセのデータなんですけども、こちらのコンソマションでプロプリエテエロカテスロンのニボドゥビということで、これは持ち家世帯と賃貸の世帯で支出の内訳をそれぞれまとめてる表になるんですが、でこれを日本語でわかりやすくまとめ直したのがこちらなんですが、もともとの表は2017年1年間の支出の内訳だったんですが、それを月ごとに直しました。で、これで持ち家世帯と賃貸世帯がこう分かれてて、食費とか、アルコール、タバコとか、住居とか、そういう項目に分かれてます。で、この表を見ると、賃貸世帯と持ち家世帯で支出の額っていうのがだいぶ違うっていうのが分かると思うんですけども、やっぱり賃貸世帯よりも持ち家世帯の方が収入が多い世帯っていうのが多いんですね。で、実際に食費にどれぐらいかけてるのかっていうのを見ると、賃貸世帯で 14%、持ち家世帯で 17% ってあるんですが、ちょっとこれ不思議に感じませんか？っていうのも、普通エンゲル係数って収入が多ければ多いほど、食費に対するパーセンテージって低くなるじゃないですか。なんですが、収入が多いはずの持ち家世帯の方が 17% で、賃貸世帯よりも 3% 多くなってるんですね。これね、どういうことかと言いますと、フランスである程度収入がある人っていうのは、食に対するね、こだわりが結構強くって、で、この食に対するこだわりっていうのが、美味しいものを食べたい、健康的なものを食べたいとかだけじゃなくって、社会問題とか環境問題を考えた上で食品を選ぶ人が多いんですよ。で、日本って普通スーパーに行くと、高級スーパーとかは別ですけど、普通のスーパーに行ったら、
卵がいくつか種類が違うのがあったとすると、そこまでそんなに値段の差っていうのがないと思うんですけど、フランスはですね、普通のスーパーに行ってももう卵一つでも値段がねピンキリなんですよ。っていうのはフランスの卵ってね、こう卵にね数字が刻印されてて0、1、2、3ってあるんですけど、でこの0っていうのはオーガニックな飼料を食べて、かつストレスのない環境、屋外で放し飼いで育てられた鶏が産んだ卵っていうのが0っていう刻印がされてて、で1っていうのがオーガニックな飼料じゃないけど、まあ、外でストレスのない環境で放し飼いで育てられた鶏が産んだ卵っていうのが1で、2っていうのが屋内で放し飼いで育てられた鶏が産んだ卵。で、3っていうのが屋内で、かつゲージの中で身動きが取れない状態で、まあストレスのかかる状態で育てられた鶏が産んだ卵っていうのが3なんですよ。で、例えばこの0と3の卵で値段の差がね3倍ぐらい違うんですよ。で、普通のスーパーに行ってもこの0から3までの卵はね、売ってるんですよ。で、値段も全然違くって、でもフランスのある程度給与のある人っていうのはね、こう0と1の卵しか買わないんですよ。要は自分の買う食材がどういう環境で育てられたものなのかっていうのを考えて食品を購入する人っていうのが多くって、なのでこの表にあるようにある程度収入があってもそこそこ食費にお金をかけてるっていう現状になります。反対にそこまで収入の多くない世帯っていうのはもう食べれれば何でもいいっていう家庭も多いので、かつフランスには移民の家族も多かったりするので、まあそういった家庭の収入のそこまでない人たちは、まあオーガニックだろうがどういう環境で育てられたものだろうが、もうとりあえず安くて食べれればいいみたいな家庭もたくさんいるので、なのでそういった背景があるので、この表みたいに、まあ、ある程度収入が増えても、まあ、食費にそこそこかけるっていうことにつながります。で、こちらの内訳の表を見て、まあ、他に気になるところもいっぱいあるんですけれども、まあ、特に注目してほしいのがこちらの教育のところですね。これとっても少ないですよね。もちろんこの表は子供がいない世帯も対象にしてるので、まあ、低いっていうのもあるんですけど、ただフランスは子供がいる家庭でも日本に比べたらだいぶ教育にかけるお金っていうのは少なくて済むんですよ。で、こちらのグラフを見てほしいんですけれども、こちらはフランスの教育省が出してる正式なデータなんですが、私立公立含めて各家庭でかかる年間の教育費っていうのをこうまとめてるんですけれども、幼稚園で520ユーロ、小学校で600ユーロで、中学校で890ユーロで、高校で1120ユーロで、職業訓練校で1250ユーロで、これを平均すると年間で760ユーロになるんですが、でこれ日本と比べると本当に安いですよね。で、この中には、まあ、給食の費用とか、あとは課外活動にかかる費用とかも全部含めてるんですけれども、給食費に関しては、各家庭の世帯年収によって払う金額がね、変わってくるんですよ。なので、そこまで収入のない世帯は、さらに安く済ませることができるんですね。で、具体的にじゃあ給食費はどれぐらい払うのっていうことなんですけど、これは南都市のホームページから持ってきたんですけれども、この QF 数値っていうのに基づいて給食費や学童にかかる費用っていうのを算出されるんですが、で、この QF っていうのがクッションファミリアルって言って、各家庭のまあ収入とか、あとはもう子供の数とか、あとはその国からもらってるその手当に基づいて算出される数字で、で、例えば世帯年収が3万5千ユーロで、で、子供が1人いて、で、国から手当がもらってない家庭があったとすると、で、この QF の数値は計算したらね、1166になるんですよ。そうすると、給食にかかる費用っていうのが 5.1 ユーロぐらいになります。で、もちろん世帯年収がもっと低ければ、給食1回の値段は1ユーロぐらいで済むし、もっと収入が多ければ、1回の給食費が6ユーロぐらいになるっていう計算になります。で、最後にフランス人がバカンスにどれぐらいお金を使うかっていうことなんですけれども、こちらのサイトによるとですね、バカンスの平均的な予算は各家庭あたり1505ユーロだったということですね。で、この記事によると、コロナ前と比べてもそんなに大差ないよと。で、これはどうしてかというと、まあ去年バカンス行けなかったりとかっていう家庭もあったので、まあ、それのこうぶり返しで、まあ、今年はたっぷりとバカンスを楽しむぞっていうので、こう水準が戻ったと言われてます。で、このバカンスに使う予算の平均がまあ1500ユーロぐらいっていうことなんですけど、それでもフランスの人はできるだけ安く旅行したいっていう人が結構多いので、
泊まるとこは友達ん家の別荘を格安で貸してもらうとか、親戚のお家に遊びに行くとか、そういう感じでね、こうバカンスをね、楽しんでる人がいて、で、その浮いたお金で他のこうアクティビティに使ったりとか、食費に回したり、こうレストランに行ったりとか、そういうお金のね、使い方をしてる人が多いと思います。はい、ということで、それぞれ簡単になんですけど、深くね、掘り下げていくとどこまでも話がね、できちゃうので、興味のある方は概要欄のサイトを見ていただいたり、自分で調べたりしていただけると嬉しいです。それでは今日も最後まで動画を見てくれてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。アビアントー。